はい、カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ岐阜県の郡上市やってきております。昨日ですね、夜回ったんですけど、本当に、この1ヶ月ぐらいで郡上踊りっていうのが、この辺であって、なんか、3日間か4日間ぐらいは、夜通し朝の5時ぐらいまで踊るらしいですよ。すごいですよね。行ってみましょう。ちびまる子ちゃんで有名なさくらももこさんが魅了された街ということでですね、郡上市のね、YouTube チャンネルがあってですね、このジョーゴロクいるじゃない、ジョーゴロク、これが進化するとこの GJ8 マンになるらしいんですよ。で、こっちのね、これもうちびまる子ちゃんそっくりだよ、これね。で、この人はなぜか悪役にいつも使われる普通以下の人らしいです。ここはな、学校橋って言ってね、多分学校がそれかなのかな、学校の近くにあって、その学生がここに来て結構飛び込むっていう、川遊びで飛び込みをするっていう場所なんですけど、多分まあ6メートルとかかな、そんなに高くない、なんか程よい。ここです、井川小道っていう、ちょっと隠れた名スポット、名所になってるんですけど、こうやってね、やっぱ郡上は水がきれいだから、鯉がこうやって普通の川に生息できるんですね。で、鯉のね、餌やりができたりとかしてですね、ここはなんか触れ合いが楽しめたりとか、あとはなんかまあ夜とかこう街灯あるからデートにもいいですよね、散歩でね。やっぱここサンプルが、かなりね、盛んなのかな、サンプル作品ですか、これソフトクリームとか、これ、すぐ金の糸をこぼしてる、リアルだもんな、これ。ほら、これ、もうなんかこう、なんていうの、これ、もうさ、なんか次元が歪んでるみたいになってるんだよ、ほら、液体が動くっていう、スライドする。はい、ということで、郡上市散歩させていただきました。オープニングで言ったね、ジョーゴロはね、この子じゃなくてね、この子でした。山根くんみたいな感じの子でした。一応ちょっと弱いのかもしれないですけど、これ、笑って笑って、ありがとうございました。なんでダブルなんだ。